はい、皆さんおはようございます、こんにちは、そしてこんばんは、あちでございます。総評さんの三国志10ですね、パートは50になりました。とうとうね、50まで来ましたね。50になったんですけどもね、大きな進捗ないですよね。すいません、本当にね、本当にもうダラダラ状態になってるんですけどもね。この繰り返しですね、出世するために、あ、治安が残り80日か。でもね、これ今治安100でしょ、できることないんですよね。これは辛いな。木簡の整理、これ絶対失敗するな。まあちょっとやってみましょうか。絶対失敗しますけどね、木簡の整理ね。あ、市街がまた雲南取り返しましたね。ね、もうね、もう結構ですよと。ね、無理ですよ。ね、そもそもね、しくじってしまいましてね。依頼ごと。ないなぁ。名産巡り？名産巡りって、これ調べんとダメだからね、ちょっとやめときましょうね。自宅、なんもない。帰っても何もないかい？何もないか。あ、盗賊の捕獲があったんで、盗賊の捕獲しましょうね。はい、はい、どうかか。あ、劉淵が家臣との関係を切りましたね。はい、主家で報告ですね。うまくいきましたよと。あ、治安がいい感じで落ちましたね。せっかく治安が落ちてるんで、飛んじょいって、あ、誰もいないわ。これはやりがいがある。これでいけんじゃないですか。あ、天使も死にましたね。黄金でしたかね。あら、15しか、あ、そっか。あ、やっぱこいつはいたか。いたのか、お前ら。いたんでね、ちょっと会話しましょうね。ね、仲良くなって長英、大いに語り合いましょうと意気投合しましたね、長英さんね。五慶さんもね、信頼まで行ってるんでね、会話することないんですけどね。あ、指示してもらってよかったかな。ちょっとね、もう戻りましょう。で、報告でね、もういいと思いますよね。140何番上がる？おお、あ、すいません、505上がったら出世してましたね。4員かなりましたね。多分ね、3員かぐらいだったら大衆になるね、権利が出たと思うんですよね。違ったかな。一騎打ちはいいわ。祭りの参加もいいか。ちょっとあんまり意味ないですね。自宅なんもないか。主家で誰かいるね。ああ、そっか、この辺の人か。あ、泥棒退治。今、宝探しってあったね。情報経験。90日じゃ無理だね。多分、総評さんじゃね。泥棒退治どこ？会計で泥棒を見つける。あ、近いですね、比較的ね。ちょうど会計行ったらね、もうなんか、いろんな話も聞けるかもしれないんでね。もうかなりね、孫権さんもね、あれですね、落ち着きすぎちゃったかなっていう気がしますね。もう200年になるでしょ、もうじきね。もうじき200年になっちゃうんでね。よいしょ。ちょっと球場で挨拶しましょうかね。周辺、だったかな。情報見てみましょう。演技では会計大将王老配下の首相孫作軍の大使時と戦う王老に加勢するが、背後をつかれ、城内に逃げ込む。客商玄白虎と追撃に出て罠にはまり切られたということでね。ちょっとかわいそうな人ですけどね。能力はね、総評さんよりありますね。武力が低いぐらいでね、結構いい人ですね。いい感じのあれですね。能力持ってますね。バランスの取れたね。あ、仲良くなりましたか。
てかもう一人誰かいるね。おお、先にイベント始まっちゃった。さあどういきましょうかね。とつってこうかな。あ、一緒か。あ、一緒だわ、まったく。あ、いいわこれ、三段突きで。どう、あ、よかった、一撃できた。あ、一撃で終わった。かっこいい。総評さんかっこいいな。一撃でやるなあ。鎮王っていうのがいますね。お、流用軍の鎮王と申すと。大いに語り合おうということですね。チキになりましたね。あ、30日なり戻れってか。ちょっと待ってくんない？見聞、あ、五の名産の情報を得ましたと。まず帰還しましょうかね。黄金の話なんかどこ行った感じですよね。もうそんな感じになっちゃってますね。さてさて、まず帰還ですね。まあ泥棒退治が終わってるんで、泥棒退治の報告しときますか。あ、お金増えましたね。でちょっと自宅寄ってみましょうか。おお、あ、この人来てたな、そういや。いや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 、なんかあれですね、総評さん、スカウト多いですね。そんなにって思うんですけどね。何もう商業しかできないじゃない。うん、商業しかできないですね。はい、で、まあ商業しに行きましょうか。人いっぱいいるんでね、仲良くできるかなっていうね気がするんですが、で龍くんと五系と組めてね、なんか勝負をやらせてくれたら最高ですけどね。来てほしいな。来ないな。お、でもね、商人たちが来ましたかね。見聞、あ、誰も来ない、誰も来ないんで、よいしょ。わ、商人ダブルで来てくれたわ。これはね、報告してね、もう言うことなしなのかなってね。はい、さすがということでお金もいただいて、390か、寂しいな。まあ4品館なんでね、もうあとはねちょろっと。お、関東が来ましたね。遠慮はいらんということでね、関東さんに結構偉そうに言ってますけどもね。あ、リュウ君もいたか。だん、あ、嫌われちゃって。じゃあね、ちょっとすっこともないんでね、ちょっとブラブラしましょうかね。あ、待て待て、そっち行く前にちょっと我が君の方に行ってですね、寂しがってないのかなと。ひょっとしたらね、フラグ立ってるかもしれないんでね、行って、あら、お、お願いです、お助けください、追われているのですということで、一体どうしたというのだ、そんなに慌ててと。お嬢さん、ようやく見つけました、あまり手を焼かせないでもらいたい。貴公は確か勝敗で人を探してた。あ、ずいぶん探してたさ、このお嬢さん女と。さあお嬢さん、おやじさんも迎えに来る、いい加減に戻るんだ。嫌です、父上の言いなりなんかなりません。なんて読むんでしょうね。まあかばいましょう。まあ舞い上がるものを無理やり引っ張っていくことはないだろうと。あんたには関係ない、下がっていてもらおうか。そうはいかない、この娘さんに助けてくれと頼まれたからなと。何、邪魔するとどうなるか分かってるんだろう、分かってるんだろうなですね。2回読み直しましたけどね、すいません。ああ、もうね、
武芸者49ですね。手掛け技に差がかかってこいよね。ここで一撃で決めるとね、総評さんかっこいいですけどね。さあどうでしょう。ああダメでしたね。はい、おいきなり武技新速撃いきますね。突かましたいや払いをかまして回避し、いや、突かまして払いかまして回避しておきましょうか。これで次につなげれるかなと。あ、うんですね。よし、ということは斬撃でいいでしょ。で突突でダブルで、これでどう。あー、いい感じですね。これはもういい感じですね。もう土俵際まで追いやりましたね、珍しくね。払って回避してこれでどう。わあ、もうなんかいい感じだわ。はあはあ、強いということでね。ありがとうございます。なんとお領域っていうやら、あのよろしければお名前を。総評と申す。さあ礼はいらんから早く、あ、礼はいいから早く逃げるんだということでね。なんて読むんやろこれ。とうとうわかんないこんなところにおったのかということでね。父上、いつまでもダダをこねるでない。まあ、この場合とうとうにしときましょう。とうとう一緒に帰るんだとね。嫌です、死ぬの決めた結婚なんかいたしませんということでね。お前のことを思ってまとめた縁談だ。なぜわしの言うことが聞けぬ。それは私はこの総評様の座りになると心に決めているからで、ね、あかん、笑ってもだ。すごいな、総評さんの妻になるっていう言葉が見れるとは思わんかったな。びっくりしてるもんね。ねえ、びっくりしますわね、そらね。総評殿、今の話は誠ですかと。さて、どう答えようか。まあね、これね、総評さん、寿命短いんでね、もうその通りだと言っときますね。その通りだ、私と、逆に弱等々でいいのかいすいません、わかりません。殿は固く誓い合った仲なのだと。なんと許しません。そのようなことは断じて許しませんぞと。お父上、そう言わず話だけでも聞いてくだされてね。もう勝手に父上言ってますけどね。あら、あ、ちょっと待って、これ勝てるのかい。知力は2つ勝ってるけど魅力は全然だで。どうすんだい。定義を解いて道理を解くかい。道理を解くのがいいか。あ、負けちゃった。無理は無理でも何でもとなんかおいおい大丈夫かいな。定義を解きましょう。なんかコーン言うたで。あー、こんな1では勝てないでしょ。うおー、急できた。はっはっは。要は心意気ぞ。要は心意気ぞか。わらら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 。なんだいこれ。集中？あ、勝っとったじゃないか。え、この勝負いただきました。おほほほほほ。あはは、それがちの勝ちですなと。霊所に入やわ。どういうことこれ。このような男に娘は任せられるのということでね。帰るぞと。あららららら、結婚イベントアウトになっちゃいましたね。総評さんには無理ですよね。親総評さんではありませんかと。とかく人は不自由を信じて医術を信じません。これが過ちの根本かと存じますということでね。さあ、孫権さんに会いに行きましょう。孫権では、あ、やっぱりなんか言ってたんだな。このところ出してるようだなということでね。お、なんだこれ。なんかね、ツボですわ。声優？そう、国葬、これ、官っていうものかな？まあ、いや、もうわかんないわ。粉骨最新でって言ってましたね、今ね。もう一回、こうやっちゃいましょう。よく来てくれた。あ、さすがに溜まってないか。ね。仲良くなりましたね。
せっかく郊外見たら、あ、孫権もいますね。面識。またててすまん。お、ちょっと仲良くなればいいんですけどもね。はい、じゃあね、せっかくなんで、劉備のとこまで行ってみましょうかね。何？あ、関東。ほらららら。じゃあね、時間が良くなりましたんでね、ソフィオさんの三国志10ですね、パート50、この辺で終わっておきたいと思います。ありがとうございました。